続いてのお客様がいらっしゃいました。どうぞ。こんにちは。どうもこんにちは。お邪魔しますって感じ。あ、すみません。どうぞどうぞ。お邪魔します。はい。あ、フラットオブサークルの佐々木亮介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。いやー、金属探知機通りませんね、これ。一番空港に来ちゃいけないです。一番ダメですね。すんごいピンバッジついてます。すごい、かっけえ革ジャン、僕も大好きなんでね、この感じのタイトな着こなしがかっこいいですね、これはね。ねえ、イザッチはでももう、はい、私は、うん、はい、お世話になってますね、はい、もう青と赤ですから、もうそういう意味で一回ピンクにしようか思ったんですけど、ちょっと リサ幸福感が出てきて出してもいいじゃないですか、本当にブルーリサ、あまりにも近すぎるから同じ色になっちゃうというわけで、うん、もうでも、はい、結構前から、はい、私は最初にこうCD からでした。なんでファンですね。あ、もう元々リスナーでいて、はい、うんうん、一番最初に I'm Free という CD を聴かせてもらった時に、うん、もうそれで衝撃を受けて、うん、はい、どういうところが、この時代にこのロックをきちんとやってくれる人がいるんだっていう衝撃もありましたし、嬉しいっすね、はい、その時私初めて佐々木さんにお会いした日だったんですけど、うん、初めてそのお会いした時に佐々木さんがシェイクスピアの本を持ってて、やばで、なんでちょっと意識高いですね。普段シェイクスピア持ってるんですか。恥ずかしすぎますね、それ改めて言われると。シェイクスピアの本とそのご自身の CD を持ってて、ステージにいる時もステージを降りた時も、うん、ずっと佐々木さんは佐々木さんなんだなって思いました。もう自然体がステージの上でもなってるという、うん、普段からもう本はよく読むんですか。本好きですね。古本が好きなんですよね。本屋さんが表の50円ぐらいで売ってるコーナーを見るのが好きで、なんか謎のタイトルとかシェイクスピアとかもそうなんですけど、見るとあ、なんかここに人生の答えがあるんじゃないかな、すごいところに今期待しちゃうんですよ。だからタイトルで買うんですけど。じゃあもう元々本はもう子供の時からずっと好きで読んでて、そうだから何かあるんじゃないかと思っちゃうんですよ。絵本とかもなんかここに知らなかったことが書いてあるんじゃないかって面白い期待しちゃうっていうか、もうこれもう本当勉強の基本ですもんね。そうなんですか。本から何かを得ようとするってところからまず始まるんで、過去の天才たちがわざわざ残したものですからね。そうなんですよ。古めで50円で残ってると絶対本物しかないっていう、そうですよね、約束されてるんで。確かに、もう音楽を聴いたらもう音楽が哲学なので、うん、なるほど、はい、しっかりそこに教えがあって教えが、そう、教えが佐々木さんの教えが入ってるんですよ俺が教わったことを歌ってるかもしれないですね、確かに。でもその歌通して価値というか、佐々木さんなりのその答えというかが音楽になってるので、うん、なんか本当に私も本読んでるような気持ちというか、その教えを聴いているような気持ち。教えっぽい曲あるんですよ持ってきちゃったから、そう、もうスタンバイしますもんね、ちょっとだけね。ああ、お支払いは現金ですか、で通ったことないよ、クレジットカードの審査、ただ金持ちが儲かるためのシステムはいまいち信じてもらえない、信じるものを救うシステム、世界変わってんの神のジャッジメント、教えてあげよう社会的信頼の正しさや意味や怪しさ、失敗やすこや I'm free 成功だと、金の話かギャラか印税かミュージックに価値はあるか、もともと価値なんかないもんだと言ったポピュラーを信じる I'm free。 いや、かっこよ。いや、演奏に入るまでのスパンが一番長かったね。今だって最速でしたよ、歌ってくれる。そうでした。やっぱ歌った方が楽ですか、おしゃべりでしたね、今ね、はい、やっぱロックなんですけど、フィロソフィーロック、まさに哲学的なもので、詰め方が語りですね。はい、ああ、そうかもしれないです。いや、すごい今話を聞いてて。そう、私が最初にやっぱ衝撃を受けたのはこの楽曲でした。いや、でも小坂さんが言ってくれた通り、うん、本当に空港で引っかかった時の歌なんですよ。本当ですね。荷物検査中にギターケースで中身なんすかって言われて、ミリアのハンダの爆弾ならいいですね。ロックですね。いや、かっこいいよ。KNG はそっちのジャジメント。そういったですね。でもここにはいろんな言葉が意味が入ってますね。はい、形ないものを爆破しに行く。ああ。いろんな哲学が
この曲の中にあるんですよ。いや僕哲学大好きなので、うん、いや俺フィロソフィーロックって名付けられて初めてだった。いやでもでそうだったのかって歌ってるとちょっとしたそのお経とか呪文とかっていうのは基本的には言葉を無理くりメロディーが出てしまったもので、うんうん、そういうなんかその感覚があるというか。そうですね、お経っぽい。あ、おばあちゃんにお経っぽいって言われたことあります。いやお経ってやっぱり意味があってあのメロディーになってるのであって、うん、そうですよね、そこの意味があってこの言葉をあのメロディーで歌ってるのって今まざまざと感じました、うん、でもじゃあ普段からも基本はギターずっと持ってる方が楽ですか。そうですね、ラジオとかテレビとかで、まあ、めったに出ないですけどたまに出る時とかにあればいいのにってあればいいのにそして最近では私のアルバムの中のランダーの収録曲、ね、はい、シャンプーソングを初めて、はい、提供いただきました。初めてだったんですか。初めてなんです。もうずっとずっとお願いしたかったんですけど、でもこうずっとタイミングを伺えず、うん、はい、今回満を持して、それは楽曲を提供していくというのもよく、いや、たまにあるぐらいで、そんなに頻繁には。そうですね、でだからびっくりしましたね、リサちゃんから急に来たんですかでみたいな。急に来たよね。はい、急にもう来月撮るからみたいな来月撮るからおいおいおい、もうちょい寝越しろよ。いやいや忙しいんだなと思いましたけどね、多少最初注文系はあったんですか。こんな感じこんな感じこんな感じ。でもなんとなくリサちゃんから来た時にその僕のこの曲を何曲か知ってくれてる、うん、で気に入ってくれてるっていうのを知ってたんで、そういうのが欲しいってことなのかなって思ったんですけど、うん、ちょっとドキドキしちゃったんで、もう打ち合わせする時もお茶割りをしっかり握ってこう酔っ払いながら話してますけど。お茶割りですか。お酒そう打ち合わせで、打ち合わせの時に。お昼ですか。初めて夜だったかな。でも夜でしたね。そう、あの、はい、ズームの打ち合わせだったんで。ああ、なるほど。でももうスタジオにいらっしゃって、その時ももうすごい、もうツアー中でライブもたくさん詰まれてる間の中でこう打ち合わせさせてもらって、そんな中期限がね、ある中で、でもすっごい早くに2曲も上げてくださって、いやそれ頑張ったんですよ。いや嬉しすぎて、もうなんか妄想が膨らみすぎちゃって、こんなリサちゃんも聞きたいし、こんなとかいろいろ思ったんですね。そうか。いやだから自分で歌う場合とね、楽曲制作を頼まれた場合、どういうふうにこう作り方が違うのかなっていうところにすごい興味がありました。特に命じゃないですか、曲っていうのは魂じゃないですか。それをでも自分の魂分けるわけにいかないし、かといって魂入れないと価格なんないし、うん、そうですね。どれくらいでこうどういう気持ちでこう分けてるのかな、作る場合には。魂でいうと100魂ですね。100魂で、もう自分もまだ自分の生きてる中でとか、このよく生きてる世界とか世の中とか、自分が暮らしている社会とかがもうちょっと良くなる可能性があるって信じて生きてたいなっていつも思ってて、それでまだ答えが出てないと、古本屋か自分の曲かどっかにまだあるんじゃないかって思ってやってるんですよね。だからコロナ禍でみんなライブやってにくいとか、世界とかもあるし、まあ戦争やってるわけでとかっていう時に、なんかみんなの鬱憤がどんどん溜まり続け、2000年とかもっと長い間溜まってんだなと思った時に、リサちゃんのボーカルの僕なんか全部持ってってくれるパワーが好きで、洗い流してくれるんじゃないかって。でこの世の中のそんな強く洗い流せることはないって分かってるんだけど、リサちゃんの歌を聴いてる3分間だけ最高にスカッとするっていう感じになったらいいなって思って、シャンプーにしてましたっていう。洗ってくれやと。そうそう、世の中もう洗い取っても汚れ全部取ってくれと、リサちゃんにだけはできるそのパワーがあるって。それどうだったんですか最初。まずそもそもこう佐々木さんにお願いしたかった理由としては、その私がやっぱり佐々木さんの楽曲に自分自身がこう共感するって言ったらおこがましいですけど、なんか同じ気持ちになれるその言葉だったりとか、その哲学がすごくたくさんあって、だからこうお任せしても、私その歌詞をこう自分で書くことが多いので、自分でこう書いてしまうことが多いんですけど、佐々木さんにだったらお任せしたいと思ったんです。なんかそれはこう佐々木さんの魂をもらっても嘘なく歌えるなって思ったから、はい、共鳴してるんですね、うん、その部分では、はい、逆にでも冷やし中華とか、そうリサちゃんが言ったらいいなって思ったこととかあんまりないかなと思って、リサが冷やし中華食べたいなって言えばなんかいいなってそうそう、なんかいいキュウリ綺麗に切ってそうだなそういうね、はい、リサちゃんが歌うと特別な言葉に聞こえるんじゃないかって思って歌詞書きました。いろいろ、なんか佐々木さんいろんな活動されてて、はい、その中でもこうケバブス、うん、ザ・ケバブスというバンドもやられてるんです。そうです、はい、はい、その時にこう私ゲストボーカルで一緒に歌わせていただいたことがあって、ライジングサンっていうフェスティバルとか、はい、あ、なるほど、はい、その時にあのテストソングっていう佐々木さんが作られた楽曲があるんですけど、はい、それを歌った時にあの一緒に歌わせてもらったんですよ、うんうん、ツインボーカルとして、はい、
そしたらあれなんか私今かっこいいかもって思っちゃってなんて謙虚なんだこれ、はい、すごい、なんかすごくこういいなって気持ちいいなって思っちゃって、うん、でそれをこうずっとこう温めていたというか、うん、いつかこう佐々木さんにお願いしたいなって思っていったんですけど、そんな話をしたわけじゃないんですけど、こう偶然というかきっと佐々木さんもそこにこう同じ気持ちを感じてくれてたのかなって思う、うん、その最初に夏草って始まるフレーズだったりとか、うん、そうテストソングって曲とつながってるところが、はい、あそうなんですね、はい、っていう部分を私自身は感じてすごく嬉しかったです。確かにサチは自分で書くの中ではまずないガードレール最後のキスとかね、うんうん、ああいうワードがまずないじゃないですか、うんうん、なんかそこちょっと新鮮ですよね、うん、そういい曲なん超いい曲なんですよこれ。そうなんですよ。いや本当でももう出てますよ、ね、出てますよ、出てます。聞きたいんですけどね、この時には出てます。ちょっとだけ出てるんですよ。歌ったことないんだよな